オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは、アンサンブルアンフランセフランス語講師の Daisuke です。お元気ですか？先日、凱旋門やモンマルトルの方へ散歩したとき、以前に比べて随分日本人の観光客を街中で見かけるようになったなと感じました。アメリのカフェで休憩していたんですが、アメリはやっぱり今でも日本で人気がありますよね。たくさん日本人観光客が来ていましたよ。一時に比べると日本人の数はかなり少なく、ちょっと寂しい気はするんですが、やっぱり同郷の人の姿をパリで見かけると嬉しくなりますよね。フランスに旅行する予定がある人は、スリなどにはもちろん気をつけながら思う存分楽しんで、臆することなくバンバンフランス語を使ってほしいなと思います。こっちがフランス語を話しているのに、すぐに英語を使われちゃったりしてへこむかもしれませんが、それは僕でも観光地に行くと未だに英語で返答されることもありますので、通じてないから英語にされたとは思わずに、観光客だからフランス語を話せないだろうと思い込まれているだけと思って、怖がらず大きな声でフランス語で話してくださいね。フランス語を話せるんだとわかるととっても喜ばれますよ。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は定額受講し放題のオンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。それでは早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。今日は視聴者様からいただいたリクエストにお答えしたいと思います。Auprès de、vis-à-vis de、par rapport à の使い方、違いを教えてほしいというリクエストをいただきました。リクエストありがとうございます。この3つの表現、フランスではよく耳にするんですが、日本語にすると全部何々に対してと訳すことができるので、使い分けがわからない人も多いと思います。今日はこの3つの前置詞句の意味と使い分けについてざっくり説明したいと思います。今僕が言った前置詞句という言葉ですが、これは複数の単語が集まって前置詞の役割を果たす言葉のことを言います。前置詞句をフランス語で言うと、la locution prépositive と言い、locution が句にあたります。そもそも日本語の何々に対してというのは実は複数の意味があります。1、ある対象に向かう。息子の将来に対する期待。2、人に接する。客人をにこやかに応対する。3、何々に立ち向かう。世界ランク1位のチームに対戦する。4、何々に対応する。難しい問題に対する回答。5、比較する。前回の作品に対して今回の作品の出来は悪い。日本語では同じ対するで言うことができても、フランス語はそれぞれの意味で別の言い方をするので使い分けが難しいと感じるのかもしれません。
では、それぞれの句を細かく見ていきましょう。auprès de 辞書を引くと、大事な人のそばに、何々と比べると、何々のもとで、何々の目にはとたくさんの意味が載っています。この auprès 一つの単語ですが、この単語をよく見てみると何か見たことがある単語が混じっていませんか？そうです、 près 何々の近くにという意味の単語で、場所を言うときとかによく使いますよね。 auprès deもういろいろ意味はありますが、大きなイメージで捉えると、près と同じように、何々の近くで、何々のそばでは、何々を近くから見るとという対象になっているものの近くからそれを見たところ、近くで何々をするというような意味があります。例えば、Il est resté toute la nuit à l'hôpital auprès de sa femme.彼は妻に付き添って一晩中病院で過ごした。妻の元で、妻のそばでという意味ですね。auprès deにはそういうイメージがあると思って、次の例文を見てみましょう。Il faut se renseigner sur les remboursements auprès de la compagnie qui a organisé ce voyage.Il faut se renseigner sur les remboursements auprès de la compagnie qui a organisé ce voyage. Il faut se renseigner sur les remboursements auprès de la compagnie qui a organisé ce voyage. 返金については、旅行を企画した会社に対して問い合わせてください。この場合、旅行を企画した会社のところで、会社の元に行って問い合わせるという意味で、旅行を企画した会社に対して問い合わせると訳すことができます。vis-à-vis de これも辞書を引くと、何々と向かい合って、何々に対して、何々と比べてと出てきます。さあ、今回はこの vi に注目してみましょう。何か知ってる単語に似てませんか？そう、visage、顔です。これは顔と顔が向かい合っている様子、対象のものが目の前にある様子を表した言葉です。対象物に対して向かい合っているというイメージを持ちましょう。例えば、Dans la salle d'attente, nous nous étions assis vis-à-vis d'un touriste français. 待合室で私たちはフランス人観光客の向かいに座っていた。顔と顔が向かい合っている様子なのでイメージしやすいですよね。その向かい合っているイメージを持って次の文章を訳してみましょう。Ils n'ont pas encore décidé de la décision à prendre vis-à-vis de ce problème. Ils n'ont pas encore décidé de la décision à prendre vis-à-vis de ce problème.Ils n'ont pas encore décidé de la décision à prendre vis-à-vis de ce problème. 彼らはこの問題に対してどのように対処するかまだ決めかねている。この場合、問題に対面して、問題に向き合ってという意味での問題に対するという意味ですね。par rapport。さあ、これも辞書を引いてみましょう。どの単語で辞書を引けばいいかわからない場合は、その句の中に使われている前置詞以外の単語で辞書を引いてみるといいですよ。この句は、par とa
が前置詞なので、rapport で辞書を引いてみましょう。何々と比べて、何々に応じて、何々から見て、何々に対して。これはまず、rapport単体が持つ意味を確認する必要がありそうです。rapport には、報告、関連、類似、関係、収益、比率という意味があります。少し難しく感じますが、関係、関連が重要な意味を持つ単語です。パラポラという表現は、その関係性を通じて見てみる、その関連を考慮に入れて見てみる様子を表した言葉です。対象物を関係性や関連性を踏まえてみるというイメージを持ちましょう。例えば、On va fixer notre budget de voyage par rapport au taux du marché de l'euro. ユーロ相場に応じて旅行の予算を決めましょう。ユーロ相場との関連を考慮して予算を決めるということですね。Par rapport au Japon, la France a un taux d'autosuffisance alimentaire très élevé. 日本と比べるとフランスの食料自給率は非常に高い。日本との関係を見てみると、フランスの食料自給率はとても高いという意味で、日本に対してと訳すこともできますよね。ちなみに、日本の食料自給率は 38% で、フランスは 125% だそうです。では、この関連性を考慮するというイメージを持って、次の文章を見てみましょう。Le budget de l'expo Osaka-Kansai a été 1,9 fois augmenté par rapport au budget initial, atteignant 235 milliards de yens. Le budget de l'expo Osaka-Kansai a été 1,9 fois augmenté par rapport au budget initial, atteignant 235 milliards de yens. Le budget de l'expo Osaka-Kansai a été 1,9 fois augmenté par rapport au budget initial, atteignant 235 milliards de yens. 大阪・関西万博の予算は当初の予算に対して 1.9 倍の2350億円に膨れ上がった。最初の予算と今の予算の関係性を見てみると、比べてみるとという意味で、当初の予算に対してと訳すことができますね。さあ、ここまで、auprès de、vis-à-vis de、par rapport à という3つの何々に対してと訳すことができる前置詞を見てきましたが、日本語のどの意味の何々に対して、に対してどれを使えばいいかというのがなんとなくわかりましたか？日本語にすると似たような意味、言葉になってしまう表現に出会って使い方がわからなくなった場合には、まずその言葉の本来持っている意味やイメージを確認すると、今まで気がつかなかったような違いを見つけることができると思います。辞書を引くってこういう面白さもありますので、ぜひ活用してみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから、無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントアラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。
続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は定額受講し放題オンラインフランス語グループレッスンについてご紹介します。フランス語を上達させるには苦手分野を作らないように総合的にレベルアップすることが大切です。そこで文法、会話、発音、リクテ、読解とフランス語学習を網羅できる盛りだくさんのカリキュラムをご用意しています。気軽に参加ができ、参加できない日でもレッスンを録画したビデオも視聴することができるので、隙間時間をフル活用して勉強することができます。フランス語の学習が楽しくて仕方がない、日々上達していると実感できる、いつもモチベーションを高く保つことができる、そんな特別な空間でぜひフランス語漬けになってレベルを上げて楽しいフランス語ライフを送ってください。無料お試し期間がありますので、ぜひ体験されてみてくださいね。詳しくはオンラインフランス語グループレッスンのホームページをご確認ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランスお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。